なんかすげえ不気味なんだけど。もっとなんか普通に清楚で綺麗な感じを想像してた。あれどっち？あっち？昔さ、ラビーじゃねえわ。ナビーっていう妖精おったよね。お、ああ、また来てくれたんだね。用意してきたよ。さあ、持ってるんだろ？さっさとルビーをお渡しよ。私が力を取り戻すには100ルピー必要さ。ほい、どうぞ。100ルピー。うわ、かすめ取っていきやがった。ありがとう、助かるよ。ああ、力が。みなぎってくるー。不気味なんじゃないよね、綺麗だよね。周りが怖いんだけど、なんか。中に泉があるの。へえ。いやー、いろんな意味で不気味な気がする。いい気分だ。久々のシャバの空気は最高だね。あんたには世話になったね。おかげで力を取り戻したよ。さて、今度は私の番。材料さえ持ってくれば、あんたの服を強くしてやるよ。試してみるかい？今の私ならあんたの服、少しだけ強くしてやれそうだよ。じゃあ強くして。強くしたい服はどれだい？どれ？これ？ハエリアのズボン？おお。ポコボリの角で強くできるんや、ズボンが。じゃあお願いします。じゃあ行くよ。なんかすげえ不気味なんだけど。もっとなんか普通に清楚で綺麗な感じを想像してた。お、やったね。大妖精の力で防御力が一段階アップしている。さあできた。少しは強くなったね。服を強くするとね、特別な力が宿ることがあるんだ。同じ種類の服で揃える必要があるけどね。他の服も強くしてやろうかと思ったけど、もう無理みたいだね。服か素材を手に入れるか、姉が力を取り戻したらまたここにおいで。姉。それじゃ。姉がいるの。これのお姉さんってなんか、ものすごい強力そうだなぁ。怖いなぁ。ね。で、ここには結局ワープはしてくれないの。超輝いてるわ。超明るくなったね、これで、この場所。ほい、それじゃあまたタロニヒの祠にでも戻りましょうか。よし。とりあえずこれで、これでとりあえずあれよね。間違えた。は、村の中で得た情報の、シーカー族が守り寄るっていう方からはクリアしたし、妖精の泉、村の守り神と言われている大妖精にも会ってきた。他になんかないんかなぁ。ねえ、なんかあるならいろいろやりたいよね。あら、AM2 時15分。お、あれはトカゲ？ヤモリ？消えたのか。くそー、なんかいろんな生き物がいるんだなぁ。ああいうのってさ、なんか尻尾とか薬になりそうじゃない？ね。これは、ナーキーのかぼちゃ直売所。ああ、時間が決まっとんやね。なるほど。こういうのは取れんってことやろ？調べる。立派なカボチャだ。勝手に取ったら怒られそうだ。主がいる時にまた来よう。なるほど、やっぱり。お、なんか走り寄る人がおる。あ、風が強くなってきたな。向こうから誰か走ってきよったよ。ほら。どこ行くの？ほっほっほ、この村にお前さんのような若者なんて珍しいね。お前さん、まさか伊賀団じゃなかろうの。違うよ。冗談じゃよ。あまりにも真面目な顔してたもんでな。厄災ガノンに忠誠を誓った者たちを我々は伊賀団と呼んでおる。奴らはガノンに敵対する者には容赦ない。先日の大地震以降、何やら動きも活発でな。でもお前さんは伊賀団とは思っておらんよ。そのぐらいわしにもわかるでな。まあ気を悪くせんでくれ。これはお詫びの代わりだで。おー、かぼちゃもらった。村の畑で作られる、とても硬いかぼちゃ。
料理に使うとカチコチ成分が効いて防御力をかなり上げる効果がある。かかりく村の名産、鎧かぼちゃだ。わしが丹精込めて作ったらの、うまいぞい。もっと欲しければ分けてやるでの、わしがいる時に畑に来るといい。あ、なるほど。あ、家に戻ろうとしようね。え、こっち向いて走ってきたんじゃないの？さっきの畑の持ち主ってことか。なんで定期的に自分から燃えようとするの？何をやってんだい。てかあれはね、普通に会話して、あの人もなんかすげえ走っていくんやけど。なんかいろんな人と話してさ、いろいろ物がもらえたりとかも結構するんやね。お、あれはホタル。やっぱこういうのって虫取り網みたいなのが行ったりするんかな。そういうのいろいろないけんね。あ、なにこれ。あ、鎧だけか。どこに登ってんだ、どこに。てかさっきさ、なんかあのおじいさんを追いかけに行きよる途中で、はてなはてなはてなっていうのがあったんやけど、何か持ってないものとかがあるのか、この辺に。はてなはてなはてな、何があったんやろ。拾おうと思ったんやけどさ、あのおじいさんに集中しとって拾えてないんよね。なんだったかよくわからんかったな。ね。あ、すげえ。畑いっぱいあるね。ってことが、この辺で野菜とかいっぱい買えるってことや。ふんふんふん。ね、コッコがなんか畑荒らしてますけど大丈夫？あ、明るくなってきた。なんかさ、みんながさ、そろそろ家に帰ろうかなとか言う頃ってさ、明るくない？なんなのみんな。あー、燃える。あれなの？昼夜逆転してるの、生活。そういうこと？よし。あ、ここで料理もできるんよね。オッケーオッケー、いろいろと。この辺の壺とか。あ。ん？拾えない。ちょ、待って。持つ。違う、持って。へい。え、どこ行ったの？もしや、そこの中に落ちた？カシャーン、何もない。ほっ。ね、これなんか封じられてない？大丈夫？なんもないんですけど。ああいうのこそ中になんか入ってそうやのに。力超強えな。ほら、何にもないやん。つまらん。つまらん。どういうことやねん。なんか定期的にここ風が強くなるんやねん。ここは野菜屋さん。ちょっと入ってみよう。おー、すげえ、いっぱいいろんなの。おや、いらっしゃい。どうもどうも。え、なんかめっちゃ動きようやけど、なにこれ。ボコブリンの肝か。なるほど、なるほど。気持ち悪いね。え、これなに、顔みたいな。あ、鳥の卵か。なるほどね。そういえば、鳥の卵を温泉につけたら、って言ってる。ヤギのバター。へぇー。温泉につけるって言った？泉じゃないよね。温泉につけたらゆで卵ができるとか言ってけど、その温泉がどこかがよくわからんけん。やりようがないな。そういえばさ、なんか、一番最初この村に着いた時に、男の子が、なんかびっくりマークついてなかった？はーい、どうもどうも。ね、なんか走って生きよる男の子にびっくりマークがあって、あれ多分、お、おじいさん早速、かぼちゃのお世話してる。多分さ、あの男の子、その、何、ミニクエストかなんかやと思うんやけど、あの子は、もういないのかい？この辺で多分あったんよね。朝はダイヤモンド、何が？何が？あの子あれよね。あの、寝ても覚めてもお金のことばっかり考えよるっていう。あの子いないんですけど。ミニクエストをクリアして何かしら報酬をもらおうと思ったのに。何これ、温泉？温泉じゃないよね。あ、これなんかキラキラ光るんやけど、あれ何？これこれ。
え、こんなところにリンゴ？なぜ？落ちてたの？謎なんだけど。お、今のもなんか取る。取る。忍びたりしがこんなところに。へぇ。こういうところにもいるもんだね。いいね。なんか、この村めっちゃなんか、めっちゃなんか、自給自足できそうな。おはようさん。梅は冬を耐え忍ぶ。梅は冬を耐え忍び、春一番に花を咲かせる。忍耐と繁栄の象徴。我々シーカー族は自分たちの境遇と重ね、梅の木を村の守りとして大切にしてきた。特にこの梅は私が生まれた日にインパ様が植えてくださった特別な梅。雨なんて関係ない。荒らされんように見張っとかんとな。荒らされてんじゃないのあれ。大丈夫なの？てかそっか、風が多いなと思ったけど、春一番が吹いてるということですか。雨にも負けないというのは分かったけどさ、おばあさんはさ、どこかしら家に入った方がいいんじゃないかな。じゃあとりあえず雨宿りも兼ねてもう休もうかな。寝てる、またしても寝てる。お、今日は雨宿りの人とか誰もおらんねん。あ、もしや私お金がないんじゃないか。あーもうほら、一回一回お金が必要だ。まあそりゃ当然ちゃ当然なんやけどさ、今までさルピーという概念がなかったわけやんか。誰か帰ってきたよ、村の外から。よいしょ。この村に来ていきなりルピーとか言われてもね、ひどい天気さね。ねえ、そうそう、買い取りをしてほしいの私。何を売ってくれるんかいさ、ワクワクするさね。ゴブリンの角、何を渡せばいい。どんぐりいっぱいあったよね。じゃこれ全部。リスの大好物。私今回は普通の方でいいかなって感じなんやけど、寝るベッドがね。忍びたにしもいっぱいおったけんいいや。3個ぐらいにしとこうか。18ルピー、オッケー。え、これで寝れる？ 40 ルピー必要だったっけ、もしかして。じゃあもう1個売っとこうか。なんかもっとさ、効率よくルピーを、貯められる方法ってないのかね。やっぱり、ミニチャレンジやっけ。あれをこなしていくのが一番なんかな。ん、人はいない。さあ、止めておくれ。普通のベッドなら20ルピーか。じゃあ、普通のベッドで。朝起こしてくださいな。起きて、起きて。え、なに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 ？へえ、なんか呼ばれてる私。気をつけて。赤き月の時、今？へえ、なんかすげえいっぱい現れるんですけど。なんか強そうなのいっぱい増えたんですけど。いや、気をつけれない、何？それが今日ってこと？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。